こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では休日のパパファッションをテーマに具体的にですね3つの着こなしをご提案してみたいなというふうに思っています。僕はですね5歳と3歳の子供がいるんですね。子供が小さいとですね休日にどんな服を着ようかというところはですね結構悩むんですよね。というのも独身時代であれば結構ですね休日であればいろんなファッションを楽しんでいたわけなんですが、子供が小さいと公園に行って遊んだりしますし、抱っこをするとですね子供の靴がガンガンにですね服に当たるわけで結構汚れるんですね。そうすると休みの日にですねどんな着こなしをすればいいのかなというふうに結構悩むわけなんですが、僕と同じような悩みを持っている方は結構視聴者さんの中には多いんじゃないのかなというふうに思っています。そこで今回の動画ではですね5歳児3歳児のパパとしてこのような着こなしを意識してますよというところをですね皆さんに具体的なコーディネートをご紹介しながら解説をしていきたいなというふうに思っています。僕ら世代というのは結構いろんなことにお金がかかりますし、さらには仕事で忙しい方も多いかなと思うので、そういう方はですねなかなか休日のファッションどのようにしたらいいのかというところに意識が回らない方も多いかなと思うので、ぜひですね休日のファッションをお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね分かりやすく解説をしています。もう少し中級者的なアイテムですとかコーディネートの解説においては、僕がもう一つ運営しています YouTube のメンバーシップ動画で解説をしていますので、よかったらそちらの方もですね下の説明欄にですねリンクを貼っておきますのでチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということで早速一つ目のコーディネートから解説をしたいなというふうに思っています。まず一番上に来ているのは今季のユニクロ U のフーデッドコートですね。そして内側に来ているのはこの動画の中では定番となっていますグローバルワークのビッグワッフルロンティですね。そしてボトムスに関してはこちらはですねグレー系のデニムになっています。こちらはレッドカードのものを履いています。で足元はですね見えなくて申し訳ないんですが、僕の中での定番のエアマックス97を合わせています。このような形で僕はですねコーディネートを組んでいるんですが、まず一番外側のアウターなんですけども、こちらはですね素材がナイロンとコットンのコンボになってるんですけども、結構シャカシャカとしていまして、素材感としてはですね結構頑丈なんですね。ですので汚れがついたとしても割と払ってしまえば気軽に落ちてしまうので意外と使い勝手がいいんですね。そして結構素材も軽量で着やすいんですね。そこも僕が気に入っている点なんですが、一応ですねコートということである程度の着丈の長さがあるので一定の綺麗さみたいなものがありながらもフードがついているので適度なカジュアル感というところも漂うので、これはですね子供と遊ぶ時にめちゃくちゃ便利なアイテムかなというふうに思っています。コートの綺麗さとフード付きのですねカジュアルさのバランスがすごくいいので、ぜひお子さんがいる大人の男性にはですねおすすめしたいアイテムかなというふうに思っています。そして内側にはですね白のワッフルロンティを合わせているわけなんですが、これはですね正直白なので汚れやすいです。ただこういったアイテムとよく似ている丸首のニットなんかはですね割と繊細なのでガンガン洗濯がしづらいんですね。その点こういったワッフルロンティに関しては割とですね強いので僕はガンガン洗濯してるんですね。汚れたら洗うという形である程度は消耗品的に使ってるんですね。もちろん黒だとかグレーの方が汚れは目立ちにくいんですけども、やっぱりそれだけだとですね着こなし全体が暗くなってしまうので、どこかで明るさを入れたいなということで今回はこちらの白のワッフルロンティを入れてるわけなんですが、これはガンガン洗濯してもそこまで型崩れもしないですし、意外とタフなので皆さんにもですねご活用いただければなというふうに思っています。そしてボトムスに関してはグレー系のデニムを合わせてるんですが、意外とですね黒って汚れが目立つんですね。子どもの足跡とかガンガンにつくわけなんですが、その点グレーの方がまだですね汚れは目立ちにくいかなというふうに思っています。ですので子どもと遊ぶときにはですね僕はこのグレー系のデニムだとか、あとはブルージーンズを履くこともあるんですが、ここら辺は気分で選ぶのもいいかなと思うんですね。僕自身はちょっとベーシックなブルージーンズは今はあんまり気分ではないので、こういったグレー系のデニムを合わせているんですが、もちろんベーシックなブルージーンズでもですね全く問題がないので、そちらで代用してもらってもいいかなと思っています。で靴に関してはですねブラック系のスニーカーを合わせているわけなんですが、やっぱりですね子供と遊ぶときに白系のスニーカーよりもですね黒の方があまり気を使わなくて済むので、その点は便利かなというふうに思っています。最近は休日ではですねほとんど革靴を履くことがなくなりまして、スニーカーの中でカジュアルめのものを履いたり、もしくはきれいめのものを履いたりするわけなんですが、
こういったブラックのエアマックス97であれば、まあ、色的には結構シックに見えるんですが、ちょっとトレンド感みたいなものも漂うので、まあ、一つあるとすごく便利なスニーカーかなというふうに思っています。もう少しベーシックな方がいい方はですね、ブラックレザースニーカーなんかが合わせやすいので、そちらで対応していただければなというふうに思っています。まあ、このようなフード付きのアウターというのは僕ら世代には結構使いやすいのかなというふうに思っています。まあ、似たようなアイテムとしてはステンカラーコートもありますので、そういったもので代用するのもいいかなと思うんですが、僕はせっかく休日なので、これぐらいですねカジュアル感のあるフード付きのアウターが使い勝手がいいかなというふうに思っています。このスタイルもですね、一つの参考として皆さんの頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートについて解説をしたいなというふうに思っています。一番上に来ているのは、こちらはアークテリクスのナイロンジャケットになります。そしてその内側にはホワイトベースのプリント T シャツを合わせています。こちらはサタデーズニューヨークの T シャツになっています。そしてボトムスに関しては少しきれいめに見えるようなスマートアンクルパンツ、ユニクロのものを合わせています。そして足元はちょっと見えにくくて恐縮なんですが、こちらはアディダスのスタンスミス、定番のものを合わせています。こういった着こなしも僕はですね、休日に子供と遊ぶ時にはよくしてるんですが、なかなか使い勝手がいいんですね。まあ、特に一番上に着ているナイロンジャケットに関しては、これはパパであればですね、絶対一着は持っておいて間違いのないアイテムなのかなというふうに思っています。例えば公園で子供と遊ぶ時なんかはですね、意外と長時間いると風が冷たくて寒くなってくることも少なくないかなと思うんですね。まあ、そんな時にですね、こういったナイロン系のジャケットを着ていると風も防ぐこともできますし、まあ、ちょっとぐらいの小雨であれば弾いてくれるので、すごくですね使い勝手のいいアイテムになってるんですね。まあ、今回のように前を開けてラフに羽織るのもいいですし、寒い時には前を閉めてもらってもいいかなと思うので、意外とですね一つあるとさまざまな着こなしに使い勝手がいいかなというふうに思っています。まあ、今回僕はですね内側に T シャツを合わせていますが、もう少しきれいめに振りたい場合は薄手のニットを合わせてもらうのもいいかなと思いますし、あとはちょっとカジュアルなバンドカラーシャツを合わせてもらうのもいいかなというふうに思っています。そしてボトムスに関しては、今回はですね上半身がカジュアルなので、少しきれいめなですねスマートアンクルパンツを合わせています。まあ、素材感としてはストレッチが効いていてすごくカジュアル感があるんですが、一応ですねセンタープレスの効いたスラックス調のアイテムになっているので、結構きれいめに見えるんですね。ですので今回のような少しスポーティーなアイテムには、このようなスラックス調のアイテムで少しバランスをとってもらうのもいいかなというふうに思っています。そして足元に関しては白のスタンスミスを合わせていますが、これはですねさすがに汚れますね。とは言ってもブラックのスニーカーだけだと飽きてしまうので、こういった白レザースニーカーも履くようにしてるんですが、まあ、汚れるのはしょうがないので、こういったものは消耗品だと思って僕は使うようにしています。とは言ってもですね、なるべく綺麗な状態で使いたいので、僕は子供と遊んだ後にはですね家に帰って雑巾で表面をですね軽く拭くようにしています。そしてその後にですね防水スプレーを振っておけば、幾分ですね綺麗な状態を保ちやすいかなと思うので、ちょっとした手間を加えながらですね、綺麗な状態で白レザースニーカーというものもお楽しみいただければなというふうに思っています。まあ、このようなスポーティーなスタイルというのも結構使い勝手がいいので、ぜひ皆さんもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしを紹介したいなというふうに思っています。今回の着こなしのメインは、上に着ているですねダークグレーのパーカーですね。そしてその内側にはですね、ちょっと見えづらくはあるんですが、ストライプ柄のバンドカラーシャツを入れています。襟元ですとか裾にですねちょっとしたアクセントとしてこのようなシャツを覗かせるようにしています。でボトムスに関しては今度はブラックジーンズですね。そして足元はダークグレーのニューバランスの1700を合わせています。まあ、今回の着こなしの肝はですねこのパーカーなんですね。まあ、最近はこのようなパーカーもですね大人の男性が着る機会も増えてきたんですね。僕が今着ているようなダークグレーですとか、あとはネイビーですとかブラックですとか、このような濃い色でなおかつ無地のものであれば、割と僕ら大人世代でも使い勝手がいいかなというふうに思っています。特に休日に子供と遊ぶときには少しカジュアル感があった方が親しみやすさみたいなものが生まれるので、意外とバランスがいいかなというふうに思っています。ただパーカーというのは失敗するとカジュアルに酔いすぎてしまうので、あえてですね内側にはこういったストライプ側のシャツを入れることで少し綺麗さのバランスを取るようにしています。そしてパーカーはですね最近少しゆったりめのサイズ感のものも多いので、その代わりボトムスに関しては細身のものを合わせて、ちゃんとですね Y シルエットを作るというところがすごく重要なのかなというふうに思っています。
僕は今回ユニクロのブラックジーンズを履いてるんですが、これはですね、使い勝手はめちゃくちゃいいですね。特に秋冬に関しては、こういったタイトなボトムスというのはですね、意外と肌に密着するのであったかいんですね。まあ、タイツのような役割をしてくれるので、特に秋冬にはめちゃくちゃ重宝するかなというふうに思っています。まあ、黒はですね、ちょっと汚れが目立ちやすいんですけども、こういったブラックジーンズであればもうガンガン洗濯をして消耗品として使うのもいいかなと思うので、結構ですね、小さなお子さんがいる家庭にはですね、使い勝手がいいアイテムなのかなというふうに思っています。そして足元に関しては、今回はダークグレーのニューバランスを合わせているんですが、僕の今回の場合はトップスと靴をですね、色をリンクさせることでバランスを取るようにしています。まあ、このような着こなしというのはすごく使い勝手が良くて、春ですとか秋に活躍してくれるんですね。そして真冬に関しては、この上にロング丈のコートを羽織ってしまえば一つ着こなしが完成するので、このような着こなしというのは休日のパパにはすごく使いやすいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では休日のパパにおすすめのコーディネートをですね、具体的に3つ解説させていただきました。まあ、どのスタイルにおいても割と気軽に取り入れやすいものなので、ぜひ皆さんもですね、参考にしていただければなというふうに思っています。まあ、僕ら世代はですね、なかなか子供と遊ぶときに高価な服というのは着づらいかなと思うんですね。服が汚れてしまうのを気にしてしまうと、それはですね、本末転倒になってしまうので、そこまで服に投資をしすぎる必要はないのかなというふうに思っています。主にユニクロを中心にアイテムを揃えながら、部分的にノースフェイスですとかアークテリクスのようなアウトドアブランドを使ってみたいですとか、あとはセレクトショップのオリジナルの商品もちょっとだけ混ぜてあげると、よりですね、ファッションを楽しみやすいのかなというふうに思っています。まあ、休日のパパを観察していると、素敵な方というのはまだまだ少数派なのかなと思いますので、ぜひ皆さんにはですね、今回の動画を参考しながらおしゃれなパパを目指していただければなというふうに思っています。まあ、これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて使いやすい着こなしですとかアイテムについてどんどん解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。